おはようございます。おはようございます。あ、クイズです。セ・リーグの首位はどこでしょセ・リーグの首位は一応カープ。う？ないや、びっくりして、もう分かんないっすよね、これ、本当にもいや、だって、ゲーム差なしのジャイアンツでしょ？で、ああ、0.5 で阪神でしょ？いや、めちゃくちゃ面白いね。ちょっと横浜ファンだけは面白くないと思いますけど。いや、ほんと心配だわ。借金3になっちゃってたっすね。で、その横浜、どっから、今日からどことやるんでしたっけ？今日からタイガース。いや、きつ。7連勝と8連敗の戦いですね。全体的にやっぱ打線が、タイガースはもう、全員が良くなかったっていうところから、一気になんかみんな良くなったなっていう感じですね。ちょっと本当であればバランス的にいくとね、何人かが調子良くて何人か調子悪いぐらいの感じがいいんでしょうけど、これだけ一気に全員が目覚め出すとね、点数入るんだみたいな。しかもまあ、巨人、まあちょっと抜けそうかなっていう気配のところを算段とすると。はい、なんすか、100周年の記念のね、このジャイアンツ戦ってこれすごく重要だったと思うし、まあ2勝1敗でいいかなぐらいだったと思うんですけど、しかも相手のローテもね、山崎よりグリフィン、戸郷ですから、ガチガチの表ローテというかね、そういうところで当ててきてるところをもう、入るうちにしたっていうのはすごいですね。巨人を3連勝したことによって僕もちょっと嬉しくなってんのが、中日が弱かったんじゃないんだっていう気持ちになってきましたもんね。阪神が強すぎたなっていう。阪神ほんと強いですね、今ね。いや、僕、前回ここで喋ったのが、まあ、鍵握っての1、2番だっていう話したんですけど、まあ、もちろん出塁してくれてるけど、やっぱ中軸が今当たってるんですよね。森下、佐藤輝明。で、大山、まあまあ。で、前川です。すごいです。だからもう、フォアボールも急激にまた増えてきたような、僕の印象ですよ。この7連勝中は、やっぱりこう、近本、中野あたりが塁にいると、中軸へ対するフォアボールっていうのもなんかちょっと増えてきたり、これがだから去年の形っていうかね、そういうところでこう、じわじわプレッシャー与えながら、まあ、打つべき人が打つみたいな。いや、すごくいい流れだなって思いますね。投手陣も、抑えてるけど、ちょっと大変。やっぱり、勝ちパターンね、切り式石あたりは結構、で、岩崎今ちょっと休ませてますね。この間打たれてから。で、ゲラが今ちょっとまた頑張ってくれてるからいいかなっていうところで、こう、うまいこと休ませながらちょっと使っていかないといけないですけど、大差でこの間、ドラゴンズ戦かな？勝ってるところで、いや、このピッチャーで頑張ってくれっていうピッチャーが頑張れなくて結局勝ちパターンつぎ込むっていうことがあった。そういうことをちょっとやっぱなくしていかないと、勝負の9月ちょっと大変になるかなっていうのは。いや、9月に、ムチ入れたいけど、ケツ叩いても走らなくなる可能性っていうのは、やっぱどのチームにもあって、いかにね、こう8月をうまく戦い抜くかっていうのがすごく重要になってくるんで、まあ、9月はある程度頑張らせなきゃいけない時期だと思うし、いかに8月をこうゆとり持ちながら、こう、コンディションも整えながら9月迎えるかみたいなね。中継ぎですよ。そういうのはちょっとあるかなと思いますね。あとやっぱりもう、岡田監督のコメント、目離せないですけど、この前ちょっと巨人に結構怒ってましたね。森下さんの。ああ、頭付近のボールね。巨人も、あえて厳しく、こう、一応言ってんですよね、あそこね。ちょっと、もちろん。ちょっと言っとけっていうやつですよね、あれ。やっぱ内角攻めて、いや、翌日も試合あるしっていうことですよね。なんか一方的な試合でも、やっぱバッティングの状態のいい選手には厳しい攻めっていうのは、これはしょうがないことかなと思いますけどね。ただね、やっぱそこに、インサイド高めを要求した時に、投げきれない技術のピッチャーに対して、そういうサイン出すなよとかね。そういうことはやっぱありますよね。まあ、もともとは平内投手は、そんな精密機械のようなコントロールあるわけじゃない。球の力はあるんですけど、頭の付近って抜けちゃってるわけだから、あれ危ないですよ、本当に。岡田監督のあれもあったし、あと平内さんの表情がいろいろ言われてたから、いろんなプロのあれだなと思いながらちょっと見てましたけれども。うん、まあでも今日から横浜。いや、今の感じでいくとね、やっぱタイガースの勢いしか感じないので、ちょっと DeNA が心配な状況に陥りましたね。もう、DeNA まで4チームで談合で行くのかなっていうところ、ちょっとやっぱ話されつつあるというか、で、なんかやっぱ試合内容もね、ちょっと元気がなさすぎるというか、得点能力がね、すごく下がってるんで、どっちかっていうとやっぱり DeNA はもう打ち勝つ野球っていう、僕の中のイメージがあるんで、それ考えると今、まあ、タイガースとしては落とせないかなっていうか、叩きどころかなっていうのは感じますね。この前宮本さん動画の時にもちょっと触れてたんですけど、
とうとう横浜は失策数が、まあ、甲子園の阪神と並んで63まで来てるんですが、それって相当守備も悪いっていうこと。相当悪いと思いますよ。だから人工芝ね、本拠地にしてるわけですから。で、そこよりも、打ち勝つっていうね、打線の方に、やっぱ重きを置いてるかなっていう感じはすごいしますね。どうなるのかっていうのが、すごいちょっと興味深いですね。これが想像、今の調子通り阪神がちゃんと勝ち越すのか、そことも横浜がね、やり返すのか。ここでやり返せなかったら DeNA はもう多分ほぼ A クラスの目がなくなるぐらい、重要な3連戦になるかなって思いますよ。ちなみに、中日とヤクルト3連勝した方だけが A クラスのまだ勢がちょっと残ってるって宮本さん喋ったんですけど、中日ちょっとまだ 1% ぐらいありますかね、数パーセントぐらい、借金が8になったでしょ。いやでもね、 A クラス3つが結構やっぱ貯金持っちゃった状態になってるんで、 7と8でしょ。まあそこが落ちてこない限りはちょっと厳しいかなって。で結構やっぱ今その首位争いというかね、そっちがやっぱチーム状態またこうねぐっと上げてきてる感じなんで、カープも打ち出したでしょ。これね、タイガースとカープって本当に前半ピッチャーで勝ってたチームだから、これ打ち出したら、だから夏場って僕やっぱり野手だと思ってるんですよね。ピッチャーはやっぱ絶対にこの暑さで疲弊してきて、で、例えば1イニングに球数25、30っていくと、もう本当に僕これ集中力なくなって、もう大変なんですよ、夏場ってピッチャー。で、そこでやっぱ元気になるのは僕野手だって昔から僕現役の時から思ってたんですよね。4月野手元気なチームみたいな。で、それを考えるとやっぱカープとタイガースこれ。そんな簡単に落ちないかなっていうか。ジャイアンツはやっぱ僕今強いと思うんですよね。そこに3立てしたタイガースすごいと思うんですけど、トータルバランスでいくとやっぱジャイアンツ強いなって思うから。ってなると B クラスのチームは厳しいのかなって思いますけどね。B クラスのチーム、これみんなこの3チーム B クラスいっちゃったら結構人事に関わるぐらいの順位だなって思っちゃいますよね、ちょっとね。そうですね。まあでもドラゴンズ、あれ、中田選手外しましたよね。外してます。うん。してます。村松選手上げて、中島選手落として、うん。だから、そうやってちゃんとね、勝つためにっても、やっぱりちょっとまた考え出してるはずだし、ちょっと今後また楽しみかなっていうのはありますけどね。広島と今日から松田なんですけど、中日広島にはだいぶ勝ち越すっていうね、不思議な形になってるんで。ただ、さっき言ったように、カープ、やっぱドラゴンズの投手陣にやられてたと思うんですけど、やっぱドラゴンズ投手陣いいし、で、そこが、今のカープの打線がちょっと元気なんで、そこがちょっとどうなるかっていうのはまた見ものですね。ちなみに、日曜日、ネオさん投げるみたいですよ。あら来たようやく松木宏、よかったですね。この間ここで話したけど。よかったですね。すごいじゃないですか。いいピッチャー、いいピッチャー。いいピッチャー、いいピッチャー。それこそ、天の声さんね、なんか、7月10日投げてからずっと投げてないなんて、あれ結構期間空くとね、もやもやドキドキがちょっと高まる中で、そうやって先発のチャンス与えてたんだって思うとね、どうやっぱ俺落合さんかなと思うけどな。なるほど、落合さんだいぶやっぱり気にされてる気配ありましたもんね。やっぱ当日も終わった後とかヒーローインタビューはね、ちょっと見てる感じがあったかな。うんうん、まあ2軍で見てたからね、いろんな思いあるでしょう。セリーグも盛り上がりつつ、日本ハムずっと注目してるわけですけれども、うん、昨日デーゲームでやってたのあれ何なんですか。あれ昨日はね、多分これ夏休みでいつだっけな、6月かな、6月も平日デーゲームやって、例えば近隣の学校、小学校中学校とかの生徒を課外授業で呼んだりとかやってたんですよ。で今ちょうど8月入って7月末からかな、夏祭りというイベントやってるんですよね。縁日とかいろいろ、もうすごいんですよ。その球場の外から中からもうお祭りなんですよ今。多分夏休みだからっていうことで。めっちゃ入ってましたよね。3万1000ですよ。もう超満員ですよ。北海道休みなのかと思ってましたよ昨日。本当全然平日でしたね。ちなみに今日福岡行くじゃないですか日本ハムって、はいはい、こういう時って移動は今日するんですか。今日です。今日移動するんですね。今日のはず。昨日またすごい試合してたから、もう多分昨日移動できなかったんです。まあ、さよなら誰でしたっけ、打ったの。軍事。軍事すごいっす。ヒーローインタビューが秀逸ですね。コメントがあの人。あとやっぱ頭いいんですよ。頭いい。秀則さんがすごい言ってたんですよ。試合前のベンチの声出しがめちゃめちゃ上手だっておっしゃってたんですけど、うん、やっ
ぱり昨日のインタビューとかもう秀逸素晴らしかったですよね。うん、素晴らしかった。あれ、高校どこでしたっけ？仙台育英ですね。後 輩。私の子ちゃん、でもね、はい。結局は、慶応大学だと思います。そっちっすか？ そっちだと思った。そっちっすか？うん。いやー、でも、オリックス戦が、2勝21分勝け。1分け。ちょっと正直ね、初戦の引き分けも本当痛かった。あれ、ホームランの、あれ、あ何なんれですか？あれ、しょうがないです結局、か？しょうがない。リクエストって、カメラのいろんな角度から見て、審判も判断してっていうところですけど、あのホームランに関しては、ちょっとね、変な角度からの一箇所のカメラしかなんか捉えてなかったんですよ。あの角度、僕、あのカメラで見たら、ファールに見えたんですけど、ただちょっと聞いたら、タミヤ選手か。タミヤ選手が、やっぱ、キャッチャーからこうやって見てるじゃないですか。本当に微妙だったって。巻いたかもみたいな感じだったらしいんで、まあまあ、しょうがないかなっていう。もう少しいろんなね、新庄監督もちょっとこう、要望球団にも言って、いろんな、もうちょっと違う角度からのカメラも用意しといてみたいな話はされたんですけど、やっぱああいうね、ワンプレー一本でこうね、試合変わっちゃうから。あれ、ライトだったらガオラのとことかカメラちょっとそこに置けそうじゃないですか。こっち向けに、みたいな。そうですね。いや、一台とりあえず。はい。それよりも、ポール伸ばせって話です。あれ、バンテリン天井までつけましたよね。はい。うん、やっ落ぱ合そされんやるべきがかなっおっしゃって。て。あれ、上行っちゃうと本当難しい。わかんない。CS 争いとか、2-3争いとかになった時、その一生でかくなってきますもんね、本めっ当。ちゃでかいです。まあでも、僕、ちょっと痛い引き分けだなとか、で、結局、西武戦も一勝一敗一分けだったでしょ？あれって、で、ヒット出てるけど、やっぱ決定打がなかったり、つながり悪いなっていうのを感じながら、で、3試合目、9点取って、ああ、つながったと思ったけど、初戦もね、もう一つなんかちょっと煮え切らない試合だったんで、大丈夫かなと思ったら、2戦目、3戦目、ちょっと新庄監督動きましたよね。万波外したんですよ。そこ、結構難しい決断だったと思うんですけど、確かにね、内容がめちゃくちゃ悪くて、で、外したことによってちょっと、万波選手がいるから出れないいい選手たちがまたこうギラギラしだして、水谷選手も外してっていうところで、レイエスも外したりとかして、そこでまたこう違うメンバーが活躍してつながり出してるから、これはちょっといよいよ勢い出てきたかなっていう。昨日の3試合目はすごかったですよ。空中戦だもん。もうホームラン7発ですよ。昨日そういえば、あれでしたね、紅林さん、セカンド入んなくって、懲罰交代。中島さんはね、本はい。当にその辺厳しいです。2軍でしょ、もあとはですよ、正直言っていいですか？もう、借金10になったんですよ。ちょっとオリックス厳しくなりました。もうやっぱオリックス、やっぱまだ上がってくるかなっていう気配はあったんですけど、いよいよこれ厳しくなったと思いますね。うん、だからそこでの、まあ、また中島監督の決断というかね、こう、厳しい判断をしながら、逆に言うと、若い選手今使い出してるんですよ。大里選手とかね。で、そういったところを起用し出してるし、まあちょっといろいろお試しっていうのも多分していくのかなと思いますね。これでも逆に言うと、その借金10っていうところで、紅林さんを逆に落とせたっていうこともあったりするんですかね。これはトップの首位争いとかしてたら、やっぱさすがに。さすがにできないと。もう釘刺すじゃないけど、厳しく彼のために、いや、中島監督ね、紅林ずっと厳しいの。それは期待の表れだと思うし、本当今こういうチーム状況だからできることって僕は本当に思ってますね。あと日本ハムも本当、清宮さんの昨日のホームラン、またやすばくごないでい、すか？すごくないですか、こんなとこ。今、マジで僕、ゾーンって、ね、ゾーンに入るとかって言うけど、もう彼今ゾーン中です。本当すごい。この時期どこまで続いてくれるかなっていうところで、彼自身が今バッティングフォームで変えた部分があって、もともとこうやって構えてる時にこう止めてたんですよね、バット。それを今こうやってくるくる回しながらタイミング取ってるんですよ。これしだしてからもう別人。タイミングの取り方がこうスッてこう取れるようになって。ほんでボールがとにかく今本人も言ってたんですけど、ちょっと大きく見えるって。 これゾーンなんですよ。これ完全なゾーン入ってるから、本当に難しい球手出さないし、で多分球種絞んないんですよね。待ってない球でも甘いとこ来たら全部パチンって打っていく感じだから、いや、これちょっと長いこと続いてほしいなっていう願望はあります。やっぱスターで入団した選手はやっぱスターにならないと良くないですね、プロ野球のために。やっぱこのまんま行ってほしいなって。人気がやっぱすごい。
彼の。彼、今までのこのプロの生活の中で、夏場めちゃくちゃ打ってんすよ。さっき言った、その夏はバッターが頑張るっていうところを、暑い時期にこう、打ち出す選手って、まさに清宮選手で、本当にその通りになってんなっていう感じ。今度会う時に、ご飯食べてるかだけ、もし、ちょっと聞いていただけたら。ああ、了解です、了解です。なんか、小笠原さんが昨日ダゾーンで、中日戦解説されてて、はい、夏場太ってたっておっしゃってましたね。はい、僕らの時代言われたのは、夏場痩せる選手はダメ、絶対に成績が上がらなくなる、太ることができる選手はすごいって言われてたんです。で、頑張って維持ね、維持ですよね頑張って維持。夏場逆に太りましたって言って、やっぱり異次元の凄さなんだなって思って、太るってやっぱ一流ですよね。いや、すごいと思います。でも清宮さん、でも昨日、いや、もうスラッガーの飛距離であれだった。いや、今多分ね、みんなピッチャー、エスピノーザもそうだったかな、もうストライク投げれないんですよ。だから雰囲気、構えで、あ、やられるって思うんですよ、ピッチャーって。で、そのぐらい今いい状態で、構えからオーラ出まくりで、で、際どいとこもうあっさりパーンって見逃せる。あれがやっぱり今の状態を物語ってるなって。あと、守備位置が、まあ、昨日はファーストで出て、その前レフトにも行ったりしてますけど、ファーストがちょっと集中できるとかってはあったりしないですかね。まあ、あるでしょうね。あると思う。いや、今の現状で言ったらそんなに関係ないかもしれないな。でも、やっぱファーストが多分一番いいと思います、彼は。ファーストの守備、昨日もね、いいプレーありましたよね。いや、レフトはやっぱ怖いし、で、この間レフトポンって途中から回したりしたんですけど、やっぱ何かあった時のためにっていう、新庄監督のね、こう、何かあった時やってもらわなきゃ困るみたいなのもあるし、で、ファーストが大渋滞、アリエルいるし、で、アリエル DH しちゃったらレース使えないしとか、いろんなことがあるから、もうちょっとね、難しいんですよ、今。いい選手がいっぱいすぎて。だからその辺のやりくりがまたこれ、やりくりしながら、もう今シーズン絶対最後まで行くと思うんですけど、ちょっと今後また見物かなっていうね。でも今の清宮選手は絶対外せない。ちなみに郡司さんのサードの守備は、まだちょっとずつ上達。横の動きは良くなったです。いや、あとは本当前だけなんですよ。横は良くなった。で、そっからのスローイングも良くなりました。前だけですね。でも今はね、結構ファインプレーもすごい出るし、すごく成長してると思う。てか、選手層熱くなりましたね、日本ハム本当。いや、熱いんですよ。もう、だってポジションかぶりが多すぎて、いや、これ使ったらこれ使えないとか、ばっかりですよ。今日からまた本当ソフトバンクで、多分水谷は必殺かなと思ってるけど、真ん中はまだ俺出せないと思う。いや、めちゃくちゃ面白い。このソフトバンク、ちょっと3つ叩いていただかないとね。いや、ソフトバンク、今、山川が打ちまくっても、ようやくちょっとこう、久しぶりに目覚め出したの。また厄介。ホームラン量産体制入った。やっぱ面白いですね、夏、野球が、本当に。いや、面白い。ちょっと目が離せないですね、ちょっと。ちょっとなぁ、セ・リーグも、また、3年生終わったぐらいに金沢さんつながしていただいて、はい、いろいろお伺いできたらと思います。本日もありがとうございました。ありがとうございました。お待ちしてます。